ハイチューブ TV。なんか Wi-Fi の調子がちょっと悪いですね。今日 Wi-Fi 切りました。こんにちは、札幌占い美容室半山菓子の後藤です。なんかちょっと今日電波が悪いみたいなんで、途中で切れちゃうかもしれないんですが、今日は、ヘアカラーについてやっていきたいと思います。はい、皆さんヘアカラーなんですが、どうでしょうか。例えば、ブリーチ、はい、こちらのブリーチね、これオキシを10倍もしくは2倍、もしくは5倍、もしくは10倍にオキシをしたらどうでしょう。結構多いのがオキシをたくさん混ぜた方が明るくリフトできるんではないかっていうふうに考えている方が非常に多いみたいですね。で検証した結果、これから全部お見せするんですけれども、どうでしょうね、皆さんのお店の方でこのオキシっていうのを、どれぐらいで使ってるんでしょうか。これ一応ね、これナンバー3さんのこのブリーチに関して、パウダーブリーチなんですけど、こちらに関しては 3%、 3倍、確か3倍1対3ぐらいで使ってくれみたいな感じらしいんですが、いろいろね検証ちょっとしてみたんですけど、まあ同じような検証されてるブログを書いてる方もたくさんいらっしゃいますんで、で今日ちょっと思ってた検証とちょっと違ったので、一部ちょっとそのね、ブリーチ剤の量だったりとかその辺がもしかしたらちょっと違ったかも。まあ、結構精密に作ったはずなんですが、ちょっともしかするとちょっと誤差があるかもしれません。はい、で今日やったのが、オキシをまず10倍、次は、これとオキシ1対1、それからオキシをこれをブリーチに対してオキシが2、次がこれに対してオキシが5、1対5ですね。もしくは、これに対してオキシを10、1対10という形で検証してみました。で僕の最初やる中では1対2とか1対3ぐらい一番リフトできるかなと思ったんですけど、いろんな状況がちょっと重なってなのかわかんないですけど、ちょっとね微妙な結果が出たんですね。でちょっとお見せしますと、簡単に言いますと、バージモンのお客さんの髪の毛をいただきまして、でそれをブリーチしたんですけど、まず1対1が、簡単に最初言いますね、1対1が、一番抜けたんですよ、 6% で、1対2の方が抜けるかなと思ったんですけど、1対2の方がこれ1対1で、これが、1対2です。わかります？こっち1対1、こっち1対2、多分1対2の方が明るくなりそうだったんですけど、10倍の方が明るくなっちゃいました。でこれって多分ブリーチの方のアルカリのね、関係上かと思うんですけれども、何でしょうね、僕は2の方が明るくなるかなと思ったんですが、またちょっと検証したいと思うんですけど、今日の結果でしたら、当倍1対1のブリーチ 6% とブリーチが一番リフトできました。で1対10、これ1対10です。結構違うの分かります？これが1対10、オキシが10です。でブリーチ、パウダーブリーチが1で、こっちが1対1です。はい、でこれで見た感じ、こちらのナンバースリーさんのリクロマのブリーチを使ったんですけど、オキシを
10倍にしてみましたね。例えばパウダーブリーチが10だとしたら、100っていうような感じですかね。で、このこちらの、1対10のブリーチしたやつ、この1対10のブリーチしたやつがだいたいライトナーぐらいのパワーかなって思いましたね。で、このチャートで見るとだいたいね、これで11から12トーンぐらいの明るさです。11、12トーンぐらいの明るさなんで、だいたいうちのライトナーでやったら、あのライトナーっていうのはあのクリームブリーチですね、パウダーじゃなくて、あの染料混ぜれる方です。あれで やったぐらいの明るさになりました。これが、ブリーチが1に対してオキシ 6% が10です。これがだいたいライトナーと同じぐらいの明るさになったというような結果になります。で、1対2、だいたい、1対1がだいたい、これで見ると15番ぐらいの明るさなんですね。で、15番ぐらいの明るさになって、1対10が11番から12番ぐらいの明るさになったんです。で、今度1対今度1対、まあ、2じゃなくて 1対5、1対5でやってみたんですけど、ちょうど中間ぐらいなんですよね。1対5が、おお、落ちた。1対5がちょうど中間ぐらいの、12.5、13ぐらいですかね。なので今見た感じだと等倍にしたのが15、このチャートで言えば15トンで、1対5でやったブリーチが13トンで、1対10でやった、ブリーチが12トンということは、だいたいこのライトナーぐらいで、染まったかなと思います。ただあの結構しっかり混ぜてあげないと、まあね、ブリーチの量が非常に10分の1ですから、ちょっと非常に少ないですね。だからそう考えると、このような感じになります。明るさが、はい、もう一回言いますね、ブリーチが等倍にしたもので、時間は、30分置きました。こちらが15トン。結構ね、このお客さんの毛自体が結構太い髪でブリーチしづらい髪です。で、結構メラニン色素がしっかり、乗ってる髪の毛なんで、ちょっとブリーチしづらかったんですけど、1対1等倍したのが15トン、1対5が、13トン、1対10が、11から12トンぐらいの、感じにちょっとなりました。こんな感じです。で、間に、ここに間に1対2が入るような感じですね、オキシ2倍ってやつがよく使うやつですね。オキシ2倍ってのよく使うと思うんですけど、等倍の方が明るくなったんですけど、これアルカリの量かもしれないですね。例えばね、めちゃくちゃ急いでて明るくしたいっていう場合は、皆さんこういうの知ってますかね。アルギニン、これアルギニンってペーハー、これ飲めるんですよ。これ飲めるやつ、よくスポーツドリンク、スポーツドリンクじゃねえや、なんか栄養ドリンクのメンズが飲むやつによく入ってますけど、このアルギニンを、このブリーチに混ぜたりとかねして、はい、うちではこのアルギニンを水でお湯で割ったりとかして、ちょっとペーハー上げたりとかするとき、パーマとかね、そういうときにこうつけたりとかする場合もあります。そういうので使ったりとか、直接ブリーチに混ぜてあげると、最近なんかね、ブリーチ剤でもいろいろこういうの混ぜていくのがあると思うんですけど、これそのまま、ネットで撮ったんですけど、ペーハー高いんですよ。なのでこのアルカリを維持しながらこれに2剤混ぜてあげると結構ハイパーブリーチになるんで、パワーがちょっと増します。こういう場合だったらオキシ多分等倍よりももうちょっとオキシ1対2とか1対3ぐらいの方が上がると思うんですけど、多分ちょっとアルカリが弱くなっちゃったと思うんですよね、2剤で。あとちょっと温度の関係もあると思うんですけど、ちょっと定かではないんですけど、今日の結果だと、等倍が一番明るくなりました。あと、ここでこれでちょっとね、色分かりづらいと思うんですけど、何かと、
これ何かと言いますと、6トンのアッシュのグレーカラー、6トンのアッシュのグレーカラーなんですけど、これをちょっと検証してみたのが、じゃあオキシ2倍でグレーカラーできるのかなと思ってちょっとやってみたんですね。でオキシ等倍の 6トンのグレーカラーと、オキシ2倍のグレーカラーをちょっとやってみました。はい、で結果を見るとやはりですね、オキシ2倍にしたら一液薄まりますよね。なので染料がちょっと薄くなる、当たり前ですね。なんで、ちょっと薄くなりました。ただしかし、まあもちろんその等倍でやった方が綺麗に染まると思うんですけど、場合によってはあんまり明るくしたくないなっていう方はオキシで調節もできなくはないと思うんですよ。白髪も染まるので、これ白髪染めなんですけどね、アッシュので、まあちょっと分かりづらい、こっちが等倍の方なんでちょっと暗いんですね。でこっちがオキシ2倍にしたんですよ。6トーンの白髪染めです、アッシュの。若干まあこう見た感じ、こっちの方が暗い感じますよね。これが等倍ですね、これ2倍です。まあ場合によってはまあそれも使えるのかなと思って、でちょっといろいろ検証してみたんですけど、これなんだっけな、ちょっとすごいダメージのめっちゃハイブリーチのやつにやったんで、ちょっと髪の毛ボロボロなんですけど、某メーカーの、これはおしゃれ染めなんですけど、僕の検証でちょっとどうかなと思ってやってみたんですけど、某メーカー、メタリックの8番、メタリックの8番の一材に対してオキシを3倍入れてみたんですね。はい、某メーカーのメタリックの8トン、ファッションの8トンにオキシを3倍入れてみました。それと某メーカーのメタリックの10トン、これもしかしたら同じぐらいになるんじゃねえかなと思ってちょっと検証してみたんですよね。実際もう一回整理しますよ、メタリックの8、メタリックの8トーンの、をオキシ3倍にしました。ちょっと薄まりますよね、ファッションですよ。もう1個は、メタリックの10トーンをオキシ等倍で普通通りやりました。じゃあオキシ8を要はそのオキシで3倍に薄めてるわけですから、どうかなと、同じぐらいになるんじゃねえかなと思ったら結構同じぐらいになったんですよね。これ検証なんですけど、検証結果なんですけど、ただまあやっぱり8トーンのメタリックの方が若干色がですね、まあ、トーンが下がってるんでちょっと暗めにはなってるんですけど、オキシ3倍でやってもまあ染料は薄くなりますけどね、ちゃんとした機能としては使えてないのかもしれないですけど、まあこういう風に調節はできるんですよ、オキシ3倍で。だから8トーンのに、8トーンのまあ例えばアッシュでも何でもいいですけど、オキシ3倍したらもしかしたら10トーンの同じ種類のアッシュと同じぐらいになるかもしれません。ただ実際にカラーの方は等倍使った方がいいです。こういう検証してみました。でこっちは今度逆で、今度何をやったかっていうと、まあ某メーカーのメタリックの8の1液を、2液より多くしたんですね。もう一回整理しますね。メタリックのファッションの8トーンの、1液を、2としたら、オキシを1にしたんですよ。ありえない配合ですよね。オキシの方が半分少ないんですよ。オキシ2分の1にしてみたんですよ。それと、要はメタリックの8の染料がまあ濃くなるわけじゃないですか。ただオキシは2分の1ですけど、しっかりね酸化重合するか微妙ですけど、ちょっと実験でやってみました。で、メタリックの6の通常の1対1、メタリック6の通常の、配合オキシと、1液1対1、これね、要はメタリックの8を、オキシを少なくしたことによって色素量が増えるんじゃねえかという実験なんですけど、
大体6番ぐらいになるんじゃないかっていうんで、これ2つちょっと検証してみたんですよ。まあ、そうすると、まあ、確かにあの6トンの方が、若干暗いです。結果としてこっちが、6トンメタリックの6トンこっちで、こっちが、メタリックの8をあオキシ3倍に、あ違うごめんなさい、これがメタリックの6、通常のオキシ1対1で、こっちがメタリックの8を濃くして6ぐらいにしたいと思ったんで、オキシをマイナス0.5 というかな、オキシを2分の1にしてみたんですよ。だから1剤が多いんですよこっちは。それでやってみたらまあ結構同じぐらいになったんですよね、面白いことに。ただまあ実際ね、この色のね、退色具合っていうのは変わってくると思うんで、そこまではまだ検証してないんですけど、まあいろいろ分かってきましたね。あとまあ変な検証なんですけど、あとはね、オキシ3倍と2と1、あこれね、これメタリックが2と1と、オキシが2対1、オキシがあこれかな、これはメタリック、こっちがメタリックの8でこっちもメタリックの8なんですけど、ちょっと違うの分かります？これはオキシをこっち3倍にしてみたんですね。メタリックの8をオキシ3倍、1対3で染めてみました。はい、でこっちは、通常の等倍というような形になってます。だからオキシを変えることによって、まあ固定概念でね、オキシは1対1じゃないとダメだという、ことを間違いではないと思うんですけど、オキシをちょっと変えることによって、この1対3にしたオキシ、こっちは1対1のやつ、ちょっと明るくなってますよね。なので、例えばですよ、髪の毛があって毛先の方の方が色入りやすいじゃないですか、ですよね。なんで、すごい簡単なやり方としたら、とりあえず普通に塗ってきますね、根元から。で根元から塗って、まあ、ベースが整っていたとした場合ですよ、ベースがブリーチ、ある程度ブリーチっていうか、ハイトーンに1回抜けてた場合、ダブルカラーで2プロセス目なんですけど、じゃあ毛先の方は毛先に行くに従ってオキシを足していってもいいんじゃないかなと、例えばやり方としては。なので根元から中間ぐらいまでとりあえず1対1で塗って、徐々に毛先に行くに従って残液に対してオキシをちょっとずつ増やしていってグラをつけていくってことも一つだと思いますし、例えば、まあ、毛先がねよく多いのがもう暗くなって、根元が明るいってちょっとかっこ悪いじゃないですか。で結構その毛先のティントっていうか、そのカラーがね残留してなかなかもう抜けない状態になってて、毛先の色が落ちない場合とかあるじゃないですか。そういう場合クリア剤を使ってる場合も、先にクリア剤を水で、まあいろいろありますよね、水で溶いたやつを毛先塗っといて一発で塗るっていう方法もあるし、でもそれだとあんまり均等にならないかもしれないので、オキシの量を徐々に増やしていくと、これも面白いかなと思いますね。根元から塗っていって徐々にオキシの量を増やしていって、最終的に1対3ぐらいの状態で毛先を塗れる状態にしていけば、1個のカラーで大変な思いしなくて、薬何個も作んなくていいじゃないですか。これ時間の効率化なんですけど、オキシだけ置いといてで、徐々にこう足していくっていう、これ効率かなりいいと思うんですよね。そういう方法もできなくはないと思うんですよ。それで要は、まあ、ぶっちゃけ美容師側から言いますと一液高いんですよ。カラーの一液って高いですよね結構。まあ今結構安くもなってきてるんですけど、でも二液ってすごい安く取れるんですよね。でやはり
カラー剤の2液っていうのは1液の専用のカラー使った方がいいと思うんですけど、まあ僕はまあハピネスさんっていうところですね、まあハピネスっていうところの会社から2液を取ってるんですけど、まあそのカラー剤の専用の2液使った方が絶対いいですからね、硬さとかも調合メーカーでそういう風に調節して作ってますから、まあ僕はちょっとそういうね他にもうち材料費めちゃくちゃかかってるんで、まあそういう部分でちょっと調節したりとかしてるわけなんですけど、まあそういうねこういう使い方をしていってもいいかなと思います。これであえて根元と毛先のカラーとかをね、変にこうちょいじってしまって、それでなんか毛先色入んないとかあるとちょっと大変じゃないですか。で結構ねお客さんとか泡カラーとか市販のカラーでたまに綺麗に染めてる人とかいてびっくりしちゃうんですけど、あれ一発塗りじゃないですか、同じカラー使って、まあたまたまだと思うんですけど、で結構あいいねありがとうございます。で結構まあ美容師側としたらね、やっぱりそのホームカラーに負けるわけにはいきませんから、まあこういうねオキシの量を増やして、だからこれまあ例えば美容師さんじゃない人が例えばねこれ見てたとしたら、こういうことも考えられますよね。例えば市販のカラーとかあるじゃないですか。で市販のカラーも1液と2液ってあると思うんですけど、その2液ね、例えばロングの場合ね、長い場合この辺まであって毛先結構退色してる場合とかね、まあこれ美容師さん向けじゃないですよ、一般の人向けですよ。2液をちょっと残しといて毛先に行くに従って2液ちょっと足していくとかね、もうこの辺はもうグラム測れないと思うんで、一般の方はまあ大体感覚になっちゃうと思うんですけど、まあそういう形にしてもまあありなのかなっていう感じはしますよね。はい、まあ1液が要は薄まっていきますから染料がっていうような感じで、まあ2液でこう遊ぶとですね、いろんなことが分かります。だから例えばグレーカラーがね、先ほどこのやってみたいにね、このグレーカラーがね、これ白髪染めですけど、アッシュの白髪染めですけど、これがね例えばオキシが1対1じゃないとダメっていうことはまあ ないわけでもないんですよね。まあオキシをじゃあちょっとこの人染まりづらいなって思ったら、オキシの量を1:0.8とか1:0.7っていうのもありえなくはないんですよ。確かに検証した結果オキシを減らすと濃く染まります。あ、山下さんありがとうございます、今日も頑張ってます。で例えばまあ明るく染めたいっていう人、なんか白髪だけどなんかあんまり白髪染めしたくないのよねっていう方たまにいらっしゃるんですよね。結構白髪多い方であんまりこう出てきた時に目立つから、境目あんまり出したくない、白髪染めあんまり使いたくないけど白髪みたいな人いるじゃないですか。そういう人はじゃあオキシをちょっと例えば1:3で多くしてもいいと思うんですけど、そこは検証してからやった方がいいと思うんですね。そういうこともできますし、でも僕そういう方は結構その使えるカラーが実はあって、結構アッシュ系とかそれでやっちゃうと結構本当におばあちゃんみたくなっちゃうんで、ルベルのマテリアの、ベージュの6ってファッションカラーあるんですよ。でベージュの6のファッションカラーってあれ白髪も結構程よく染まるんですよね。やってみると分かるんですけど、あれを等倍で、白髪染めの代わりに使うと程よくBE の6ってやつですね、あれほどよくねしっかりは染まんないですよ。なんかぼかすのに結構明るめの白髪染めしたいっていう方にはちょうどいいんですよね。まあそれもいいですし、まあオキシの量を3倍ぐらいにして、ちょっとやってもいいかなと思いますね。でオキシの量を調節することによって、白髪染めのしっかり染めたくない方で、最近なんか結構カラーでもハイトーン白髪染めカラーっていうのが出てきてるじゃないですか。でああいうのも使うのもいいですし、まあ、既存のカラーをちょっと検証していただいて、より明るく染める方法はどうしたらいいのかと、それこそねある、まあ、8番のグレーカラーとライトナーを1対1で混ぜてやるってこともいいし、ただあんまりベタ塗りすると頭皮痛くなっちゃうんであれですけどね、まあ、そういうこともできますし、まあ
いろいろね、できるかなと思いますね。まあそれもいいですし、まあコストの方を考えたら、まあオキシを増やした方がまあいいのかなと。オキシ2倍とかでとりあえずね、まあこの人軽く染まればいいかなって方は白髪染めとかでもオキシ2倍とかで 2か3倍とか、でちょっと濃くしたい、なんかちょっと今日染まりづらいなとか濃くしたいなっていう場合、例えば1対1で作ってるじゃないですか。こういう場合よくあるんですけど、例えばアッシュの8トーンのグレーカラーで染めてきましたね全部。だけど1対1でやってて顔周りだけすごいこの白がある方っていません？なんかこの辺だけ集中してる方とかいると思うんですけど、そういう方の時に一液を置いといてちょっと増やすんですよ、残液に対して。もう時間効率化を考えてですよ。まあ分けて作った方がいいと思うんですけど、まあ効率化を考えるとそこに残った残液にちょっと足してあげると色素量が濃くなるんで、そこだけ濃く入りますよね。そういう風な調節をしてあげると、お客さんの顔周りのちょっとこのよくこめかみあたりだけすごい白髪の量ある方がいらっしゃるんで、まあ例えばアッシュ使ってて、まあアッシュ濃くしたらここにまあアッシュっぽくなっちゃうんで、例えばブラウンでもいいと思うんですよ。あんまり赤くないブラウンとかを後で足してあげて、同じメーカーのですよ。で、ここだけちょっと対応するとか、まあ、薬を2個作るっていうとちょっと面倒くさかったりとか、時間効率化にならないので、同じ薬のカップに、薬剤を投入すると、オキシだったり一液だったりを投入することによって、そのお客さんの状況に合わせた状態を作れるんで、まあ、オキシでこう調節する、もしくは一液の量で調整するっていうのができなくはないことなので、固定概念で1液に対して2液は1だとかね、ブリーチは絶対1対オキシ等倍じゃないとダメとか、まあそのメーカーによって決まりはあるんですけどね。例えば、13、14トーンの、ファッションカラーはオキシ2倍っていう設定があったりしますけど、じゃあ絶対そうやって使わないとダメなのかっていうと、まあ、それで使った方がメーカーの方はそれで作ってるんでいいと思うんですけど、そうじゃなくても大丈夫な場合があるわけですよ。ですから一概に言えないと思うんですよね。だからオキシを増やしてあげてもいいですし、あとは一液の量を、まあ、何回も同じこと言ってますけどね、はい。なんでまあ今日のね、まあ、話はちょっと今日カットとかしないんで、そんな簡単な感じになりますね。まあ今日の結果もう一回おさらいすると、ブリーチ、はい、こちら、ナンバー3さんのブリーチを、オキシを等倍 1対オキシ2倍、ブリーチパウダー1対オキシ5倍、パウダーブリーチ1対オキシ10倍っていうように感じにして、その検証結果というのが、はい、どういう風になったかっていうと、はい、オキシ等倍が一番今日は明るくなりました。はい、15トーンぐらいです。15トーンで、オキシ1対10のが 11.5 トーンぐらいになりました。そして、1対5というのがその中間あたりなので13トーンぐらいになりました。で1対2が、明るくなるかなと思ったんですけど、ちょっと等倍よりちょっとトーンが下がってしまった結果です。これがそうなんですけどね。で、等倍から徐々にこうなってる感じですね。ただまあ通常ね、1対2とかの方がブリーチ明るくなるはずなんですけど、ちょっとまあ、検証のやり方だったのか、まあ、アルカリの量だったのか、ちょっと分かりませんが、結果としては、等倍が一番パワーありました。まあ髪の毛もテロテロでしたね、等倍の方が。でよりも本当急いでる方は本当にアルギニン結構使えるんで、このアルギニンをちょっとね、これはもう何て言うの、僕は責任取れませんので。薬事法的にちょっと僕分かんないんですけど、まあ、これはお客さんに使うんじゃなくてまず人形でテストしてください。
はい、そのような感じで、今日はオキシで遊んでみようっていうような企画でやってみました。もう一回、結構ね使えるやつもう一回言いますよ。はい、ロングの髪の毛あります。はい、ロングの髪あります。ここから下が、はい、ロングの毛ありますね。ここから下がすごい明るくなって退色してる場合、色入りますよね。で、あんまりこの辺ガーッと暗くなっちゃうとちょっと変な感じになっちゃうんで、はい、例えば、アッシュの10トーンのカラーを、まあ、ベースがねある程度明るくなってたと場合ですよ、アッシュの10トーンのカラーを1対1で作ります。はい、それを根元側から塗っていきます。で、徐々に、オキシ、6% のオキシの量を増やしていって、グラにしていくという方法はすごい簡単で、効率もいいので、まあ、それも使えるのかなっていう感じはします。まあ先ほども言いましたけど、先にクリエイ剤を塗っといて、一発塗りっていうのもありますし、まあ、それだとやっぱりちょっとムラになりやすいので、まあ、そういうオキシの量で調節していくっていうのも一つなのかなっていう感じはしますよね。はい、そういうような感じで、まあ、いろいろオキシで遊べるんで、やってみたらいいかなと思います。なんでオキシがたくさん、あ、そうで、オキシとかね、ここに塗っといても、オキシ、まあ、僕前のね YouTube の動画とかで顔にオキシ 6% 塗ってるやつもあるんですけど、あのオキシ6ここに塗ってても何もなんないんですよ。ヒリヒリすると思いませんか。あの傷があると、傷の部分とですね、反応して、ちょっと痛くなってくるんですけど、よく白くなったりとかしますよね。ただ何もないところにやっても、結果、肌に傷がなければオキシ塗っといても大丈夫なんです。だからオキシをたくさん増やせば増やすほど、ね、明るくなるっていうわけでもないんですよね。まあ、色は薄まってはいきますけどっていうような感じで、まあ、いろいろちょっと検証をね今日はしてみたんで、あの途中から入られた方はちょっと過去っていうか、その戻っていただいて、投稿を見れるようにしておきますので、こいつ何言ってんだっていう感じかもしれないですけど、今から入ってきた方は、なんでそこをちょっと見ていただければいいかなと思いました。はい、で今日はこんな感じで、ちょっともう時間も遅いんでね、今日はもう10時半ですね。ですんで、まあ今日はそろそろ締めたいと思います。何か質問とかあれば、ちょっと受けたいと思いますが、なければそのまま終わりたいと思います。大丈夫でしょうか皆さん。前ね、昨日もちょっとアップしたんですけど、最近連チャンでアップしてますが、まあそれもちょっと大変なんで、はい、まあ明日はしないですが、またありがとうございます。まあちょいちょいですね、少しタイミング見てまたアップしていきたいなと思いますんで、お願いいたします。なんか皆さんからこういうのやってほしいよとか、もしそういうものがありましたら、まあ検証していったりとか、まあカットでも何でもいいですけど、まあいろいろやってみたいと思うんで、よろしくお願いいたします。今日はもうこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。早山橋後藤でした。どうもありがとうございます。では消しますね。